えー、こんにちは。速課塾の久保です。私も50代に入りまして、年金というものがね、支払い側から受け取る時期について興味が出てくるようになりました。今まではね、年金を毎月毎月どうやって払おうかなというふうに悩んだ時期もあったんですけども、まあおかげさまでね、えー、払い続けることができて、なんとかここまでやってきました。えー、年金の 支払い年数ってのは大体40年ぐらいだと思いますけども、私もね、60歳から受け取ることができるんですよね。60歳って言うともう10年もないわけですよ。目と鼻の先ですね。しかし60歳から受け取っていいのか、それとも65歳程度にする方がいいのか、繰り下げ受給で有利な金額で70歳ぐらいから、ま、あ待て待て待て、68とか、 その辺でどうかなとかね。いろいろと考えちゃうんですよ。やっぱり多くの方が考えてるのも、年金をいつから受け取ったら一番有利なのかってことですよね。いや、これね、シンプルに考えて細かく計算しなくてもわかるんですけども、年金っていうのは、いつから受け取ったら一番儲かりますよっていうふうにはなってないんですよ。いつから受け取っても、 もらえる総額はおおむね有利不利がないように計算して出されてますからねだからこう寿命が伸びれば伸びるほど中間でバランス取ってどこから受け取るべきかっていうのはどんどん後ろにずれちゃうんですよねもしくは平均寿命が短くなると前の方に戻ってくるっていうね見込みもありますで年金っていうのは 長生きに対してかける保険です。長生きしすぎると、就職先もないし、体もなかなか動かなくなってくると。もしかしたら病気になるかもしれない。そういうふうに、収入の当てがなくなった時に、年金をかけていれば、その年金でね、60代とか70代ぐらいに受け取りながら暮らしていける。まあ、そんな立て付けで、立て付けで始まったんですよね。まあ、ですんで、年金で、 もともとは老後の暮らしが成り立つはずだったんですよ。しかし、年金の運用で失敗したり、年金のそのお金を年金以外に流用したりね、いわゆる無駄遣いをして、どんどん年金に積み立てられたお金がなくなっていくということになってしまいました。で、結局今どうなってるかっていうと、年金は 今もらってる人は今払ってる世代によって支えられてるというね、まあ、こんな情けない状況になってるわけですよ、まあ、この辺細かく言うと長くなっちゃいますんで今日はシンプルにね年金何歳から受け取ったらいいのっていうことにフォーカスしてお話しようと思いますこれ再度言いますけどもいつから受け取ったら一番有利かってのはありません早めに受け取るとその分だけ金額が少ない金額が少ないけれども受け取る期間は 前倒しにしにた分長くなりますから、総額は別にに変わらないんですよ逆に年金受け取る年齢を後ろ倒しにするとその分だけ金額は増えます増えますけどもだからといって寿命が伸びるわけじゃないのでだいたい見込まれる死亡期日っていうのはだいたい同じですからたくさん受け取るんだけども受け取ってる期間が短いんですよだから早めだろうが遅めだろうが総額は変わりませんねっそうなってくると いやー、早めに受け取ってよかったよとかね。遅めに受け取った方がよかったよとかね。それは個人の差に依存するってことになります。じゃあその個人の差がどういうふうにできているかってことを考えた方が、個別具体的に自分はここっていうふうに決められやすいよねってことになります。例えばね、健康で元気な人。ね。そういう人はなるべく後ろ倒しの方がいいですね。で、ギリギリまで 働けるだけ働いてずっと働いたお金によって生活を成り立たしていってともすれば貯金もしていくみたいな感じですよねでああもう70歳になったかなとあと自分の寿命も10年ぐらいかなと思った時に年金を受け取り始めると一番高額で一番密度の高い、まあ、そんなね人生のラストシーンが送れるんじゃないかなと思いますえ逆にですね自分は健康状態に自信がないよと この分だったら長生きはできそうにないなと思ったら早く受け取り始めた方がいいですね、うん。だからこういうふうに自分の健康状態とか死亡のリスクに関して自分が予想する自分の寿命ですよね。ここを基準に考えていくっていうのが一つです。もう一つは自分の収入形態ですよね。不労所得みたいに株の配当みたいにほっといても入ってくるっていうものをお持ちだったら これはなるべく後ろの方で受け取ればいいんじゃないかなと思います。でも逆にですよ。自分は会社員です。アルバイトですと。その日働かなければ、その日のお金はありませんって方ね。こういった方はもしかしたら、あなたもう年齢も年齢だし、仕事に来なくてもいいよってクビになる可能性があるんですよ。まあそうなると、いつまで働けるかわからない。いつまでその収入が続くかわからない。 もっと言ったら、首にはならないんだけども、自分がもうね、体力的に働けなくなってきたと。他のいろんな要因があって、もう働けなくなりそうだなと。それが、だいたい60代でそうなりそうだなとか、思うんだったら、その収入を、こう、横に置いてですね、いわゆる引退して、年金で暮らせるように工夫した方がいいかなっていうところになりますね。で、自分のビジネスを持っている方はね、これはギリギリまで自分のビジネスで、 食いつないでいって、あ、売り上げ落ちてきたなと。もうこれは自分のビジネスだけでは生活を維持できないなと思ったら、その時点で年金を受け取って、年金と自分の収入を合わせながら暮らしていく。そして徐々に自分のビジネスも引退に向かっていくっていう形で、最終的には年金だけで暮らすっていうようなね、グラデーションのあるような受け取り方をしたらいいんじゃないかなと思います。さあ、このぐらいのパターンに分かれますけども、大体、 現行制度でいくとね、年金は65歳を真ん中として、繰り上げで60歳から受け取ることができます。61歳でも62歳でも受け取ることができます。で、繰り上げ受給するとその分は金額減るわけですけども、でも早めにのんびりとした人生が送れるのかなと思います。えー、そして、 繰上げ受給すると確かに金額は少ないんですけどもその少ない金額に合わせた人生を歩んでいくペースがつかめるとすればそんなに無茶な話じゃないかなと思いますね。であとはね繰下げ受給です65歳で受け取るのが真ん中だというふうに言いましたけどもじゃあそれをね66歳とか67歳とか70歳で受け取るよっていうふうに決めたらその分だけだいたいね私の計算だと年間で4%ぐらい変わってくるのかなと思います。 ですんで、繰り上げ時給だと、1年に対して4%ずつ減額されて、繰り下げ時給だと、1年に対して4%ずつ増えるよう,ような感じですよね。まあちょっとこの4%っていうのはね、非常に私の荒いさんなんで怪しいんですけども、大体そんな感じで思っておけばいいかなと思います。まあ、つまり、65歳ではなくって、68歳とか70歳とか72歳、73歳で受け取ると、年齢によってはね、本来の年金額よりも、 倍の金額を受け取れるってことになります。ただし、受け取れる年数は別にね、自分の寿命によりますから、だから期間が短くなっちゃうのかなと思いますよね。まあですのでやっぱりね、自分が長生きする自信があるのか、長生きする自信がないのかっていうことを普段の健康状態とライフスタイルから予想するということになります。もう一つは自分の収入形態が何かの配当みたいなね、不労所得によるものなのか、 それともどっかにお勤めしていて、そのお勤め先の事情によってはクビになる可能性もあるかなということとか、自分の能力が仕事に頼る年齢が早く来そうだなとか、結構長く働きそうだなっていうさじ加減もあります。あとは自分がビジネスを持ってるかどうかっていうところもありますね。自分がビジネスを持っていて、まだまだ全然年齢にかからず稼げそうだったらギリギリまでそれを突き詰めていって、 ああ、もうちょっと疲れたなと、引退しようかなと、自分で決めた時点で年金に切り替えるっていう、そのグラデーションの方法を用いることができますね。はい、ということで、明確にね、全員何歳から受け取ったらいいですよってものはありません。うん、やっぱりね、どこで受け取っても、それなりに有利不利がないように設計されてるんですね。で、今回、高齢者の定義が60歳から65歳に移ってしまいそうです。そうなると、私たち、 そうですね昭和40年代生まれの世代ってのは年金の受け取りが60歳が繰り上げの一番近いところだったんですけどももしかしたらね65歳が受け取れる一番近い年齢になるのかもしれませんそして中央で受け取れる平均の年齢が70歳になるということになってね繰り下げ時給が75歳になるかもしれないですね うん、繰り下げ時給を75歳前後でするとなると、まあ、繰り下げってのは1年ごとに、ね、切り替えることができるんですけども今度は相当長生きしないと1ヶ月あたりの受け取り額っていうのはそれなりにあるのかもしれませんけどもじゃあ2年とか3年しか受け取れなかったみたいなことになっちゃうんですよねで私はいつも思うんですけどもね受け取れるお金って早めに受け取った方が何でも得なんじゃないかなと思いますでですんで年金も 繰り上げできるんだったら、もう繰り上げて時給を始めて、で、手元にあるお金を増やすっていう、まあそんな形で考えるといいんではないかなと思うんですけどね。で、さすがにね、80を超えて年金の金額が少なくなると、それはそれで困るわけですけども、そこはもう、爆打でしょうね。逆に80過ぎて年金が十分あっても、多分使う意欲とかね、なくなってくると思いますんで。 ですので年金定期便というのがありますから自分は大体このまま行くと年間でいくらぐらい受けてるのかなということを想定しながら繰り上げなのか繰り下げなのかそして預金はあるのか自分の生活を支えてくれるような人はいるのかこういったことを総合して考えるということになるのかなと思いますまあ私はね一刻も早く受け取った方がいいと考える方ですけどもねなぜなら死っていうのはいつ来るかわからないからです で逆にたまたま長生きしてしまったらそれは得したと思うしかないですよね。やっぱりお金がない高齢者ってのも結構苦しいですけどもね。まあそこは最後は仕方がないというふうに割り切るかなと私は思いますけどもね。はい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。